ですね、自動搬送車というところに今搬送中と出ていると思うんですけど、こういった形でですね、工程を今どういう状況なのかというのを管理することができます。で、到着しまして配車指示待ちから、待機というような、画面になりました。で、今搬送車が到着した状態という形になってますので、スイッチでですね、その AMR が到着したよっていうのをお知らせして AMR が動き出すようなところを見ていただければと思います。お願いします。今、加護台車のところが作業中から作業完了になりましたので、到着したというのを AMR が、指示を受けて動き出します。で、こちらの AMR がですね、インダストリーアルファさんという会社さんが開発された AMR になってまして、特徴としては上下に伸縮ができるというところと、あとは上についているアームがですね、伸びて実際にこの置いてある折りたたみコンテナを掴んで、上まで持っていって搬送すると、でまた置くということができるようなものになっています。はい、ちょっと今からAMR がですね、アームを伸ばして折りたたみコンテナを掴むというようなところをデモで見ていただきます。はい、今アームが伸びて折りたたみコンテナを掴みます。このようにですね、はい、掴むことができます。で、実際に掴みましたら、続いて、現品のエリアに行きます。通常工場だとこの後組み立ての作業とか工程とか発生するんですけども、今回ちょっとデモ環境ということで組み立て工程の方は割愛させていただいて、そのまま検品エリアまで運ぶというところをお見せしたいと思います。こちらが検査台になってまして、上についているの黒いものがカメラです。こちらで、折りたたみコンテナ検査台においてカメラを撮影して、AI の方で検品を実施して正常か異常かを判断を、製造事故ソフトウェア上に情報として送るっていうのを実施します。今検査台の方に AMR の折りたたみコンテナを置きます。ご覧ください。はい、置きまして、で今製造実行ソフトウェア上で、検査台と書かれたところですねに検品開始と書いてあるんですけど、今撮影を行ってます。で、撮影をした後に、検品中というような画面が出てきますので、こちらで今 AI で判断をして、検品正常というような、判断を下しました。で、検品が正常だったので、また AMR に検品が終わったよというような情報を送って、また AMR の方がですね、検査台から折りたたみコンテナを、持ってきて、で、出港エリアまで運ぶというようなところの流れになります。で、右上に出されているモニターがですね、こちらブレインズテクノロジーさんという、会社さんの異常検知ソリューションですね、AI の異常検知ソリューションのものを採用させて使わせてもらっていて、インパルスという名前のアプリケーションなんですけども、こちらの検査結果ですね、実際に撮影した映像とかっていうところをこの画面で見せています。今回のデモで出ますデモでは、ネジの締め具合がどれぐらいなのかっていうのを検品で判断しているというようなところになっています。で、今からまたAMR の方が検査台から取って出荷エリアまで運ぶというようなところを見ていただきます。はい、で、この AMR なんですけれども、右下の画面ですね、今 2D マップのようなものが見えているんですけれども、こちらの AMR の下についているライダーセンサーで、周りにどんな物体があるのかとか自分がどこにいるのかっていうのを判断しています。で、その結果がこういったところに現れていて、周りにあるマップ上で自分がどこにいるかっていうのをこちらで判断しているというようなところになります。で、この後ですね、出荷エリアまで、折りたたみコンテナを置いたら、無事に搬送完了しましたというところを、製造実行ソフトウェア上に送りますので、そうしましたら、搬送車の方をまた工場前から、行動を東側まで運んで、出荷は完了というような流れになります。はい、じゃあすいません、搬送できましたので、端の方をお願いします。左下のモニターですね、また工場前の方から行動東側まで、移動するというところになります。で、上側のところです。自動搬送車とか今搬送中というふうになってますので、この画面を見れば基本今どういう状態で